これが佐賀牛ね。はい、塩コショウが今切れてる。これが三眼牛か。普通じゃ買えないよね。これちょっと贈り物なんですけど、見てください、霜降りがすごい。で、何がすごいって、ちょっとこれですね、佐賀牛で、これ赤身ステーキなんですけど、加熱用って書いてあるんですね。加熱用、どういう意味なんだろう、加熱用。火を通さなければいけないよっていう意味なのかな。それとも生で食っちゃう人もいんのかな、刺身とかで。どういうわかんない、肉あんま買わないから。他の肉にも書いてあるんですかね、加熱用とか。ちゃんとちょっとわかんないな。これはすごい。もうこれ本当買えないですよ、絶対に。贈り物だから食えるけど、すごいな。これ奥さん自家製の特製のタレだね。奥さん特製のタレ食えるんじゃない。もうもうじゃあいけ、いける。じゃあ、あとここってまな板で切れば終わり。うん、うわーすごいなー。わー、普通じゃ食えないよね。まあそうだね、怒られてこない限りは。すごいなー、これ全部食べていいの。いいよ。ほんと、いいよ。ありがとうございます、うん、これぐらいかくても。どれどれ、あ、うん、うまっ、うん、何杯でも食いの。激うまです、さとみさん。残り2枚も焼いてるから。うん、全焼き？全焼き。あと1個残ってる。そうやらないけど。あと1袋？あと1切れ。今回4枚焼いた。
大放出で。うん。あと2切れ残ってから、ご飯炊けたからもうちょっとご飯食う。